皆さんこんにちは。五問クイズです。今回はベトナムの世界遺産でもあるホイアンという都市の画像から出題です。正解率 13% しかない難しい問題ですので挑戦してみてください。2箇所ずつ間違いがありますので全問正解を目指してください。制限時間は25秒です。それでは早速始めましょう。来園橋で日本橋とも呼ばれる日本人には大変縁が深い橋です。答え合わせです。まず一つ目は橋脚の影が違いました。そして二つ目は左側の家の柵が違いました。二問目はホイアンの街並みです。答え合わせです。まず一つ目は橋の左側の模様が違いました。そして二つ目は奥の家が一つ消えていました。三問目はホイアンで有名なランタンを販売しているお店です。答え合わせです。まず一つ目は、右側のランタンの色が違いました。二つ目は、上の明かりが消えていました。ホイアンの街並みです。答え合わせです。まず一つ目は、丸が一つ消えていました。二つ目は、左側の明かりが消えていました。最終問題です。最後はランタンで照らされたホイアンの夜の街並みです。とても幻想的ですね。答え合わせです。一つ目は、右上に映るランタンの大きさが違いました。そして二つ目は、窓の中に映る明かりが消えていました。以上で問題は終了です。いかがでしたか？街全体が世界遺産となっているホイアンは、大変魅力的な観光地です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。